では今日は私のおごりです。頑張った人へのご褒美ということで。これは駄菓子屋的な感じかな。へえ、あれだね、ロングスカート着替えてるのかな。いつきはグレープで、はい、葵はリンゴとイチゴのどちらがいいですか。ん、サンキュー。さあ、イチゴで。日の輪から渡されたチューブタイプのアイスをポキンと2つに折る。あれから一旦帰宅し、ベトベトになった服を洗濯機に突っ込んだ。ああ、そしてその後に葵の実家であるおぎりはた商店へと夕飯の買い出しに来たのだが、それにしてもよく俺がいるって分かったな。店主の娘である葵がいるのは当然だ。だけど先ほど別れたばかりの日の輪がタイミングよくここにいるのが謎だった。ああ、途中で、まあそうか、別れたのか。俺と別れた後に葵と共にここに来て、そのまま今までだべっていたとするならば話は分からないでもないが、あ、やっぱ着替えてるんだ。はいはいはい。今夜の食事をさすがに作る気力はありませんよね。お、ですのでこの時間帯にここに買い出しに来ると思いまして。本当に全て見透かされてるね。なるほど、まあ考えてみれば当然か。おごるために生きてくれてありがとう。いえ、頑張った人へのご褒美をあげるのは当然ですので。表情は普段と変わらないのだが、少しだけ日の輪が照れているのが分かった。へえ、よくわかるね。月君、昔からこのアイス好きだよね。それも決まってグレープ味のチューチューです。チューチュー。気まじめな口調で言いつつ、日の輪が自分の分のアイスを豪快に2つに折る。チューチューっていうのは日の輪ちゃんくらいだよね。あ、そうなんだ。確かにこの村だとポッキンアイスって呼び方する人が多い気がします。現に葵もそう言ってますし。そんなどうでもいい話をしながら、俺たちはいつものように時間を潰していく。特に何をするわけでもなく、取り留めのないことを話し続ける。ある意味では贅沢な時間の使い方で、今の年代だけに許されることなのかもしれないなどとぼんやり考えていると、お、なんかバイクみたいな音がしたね。だんだんと近づいてくる特徴的なエンジン音は間違いようがない。サネだよね。お夕飯の買い出しかな。サネバイクなんだ。葵がエンジン音のやってくる方向に目線を向けた。おーい。相変わらず危ない運転だよな。片手を振りながら原付に乗っているサネの運転はとにかくフラフラして危なっかしい。私もこの前知ったばかりなのですが、サーネーは車の免許も持っているそうですね。にわかには信じられない話ですが。にわかには信じられない、やっぱそういう扱いなんだ。基本的に乗るのは原付だけだが、一応は車の免許も持っているとは聞いた覚えがある。信じられないのは私も一緒だよ。しかもゴールド免許らしくてすごいでしょうって自慢してた。大学時代に自動車学校の合宿に通ったらしいな。決してサーネーの前では口にしないけれど、きっとかなり苦労したんだろう。おー、あー、主に合宿先の教官が。なるほどね。サーネーと一緒に合宿に通ってた人、サハラさん家の香織さんから聞いた話ですが。香織さんって確かサーネーと同い年だったよな。狭い村なので大抵の人物の年齢や顔などは思い浮かんでくるものだ。最終日に教官にサーネーはこう言われたそうです。君は辰宮村の人？それなら原付の運転はなるべく村の中だけにしてね。え？大学の通学で使いたい？自転車の方が健康にいいと思うよ。声色変えてるのはまた可愛いね。車の運転は、おすすめはしないかな。保険代が高くなるだろうから。なるほどね。と、はあ、なかなかサーネーはやっぱりクセモノなんだね。クセモノって言っていいのかな。そんなあれなのか。差もありな。サーネーって車の運転
転とか苦手そうだもんね。カーブを曲がるときにさ、ここのカーブの曲線半径はこの値だから、ハンドルを切る角度は、あーでもでも今の速度はこれくらいで、タイヤと地面の摩擦は。本当に理系なんだね。普段は割と硬い口調の多い日の輪だけど、なぜかサーネーの真似は妙にうまかったりする。まあ確かにそんなこと考えてパニックになってそう。さすがにそこまではしないと思うよ、多分。本当に？人のいい葵ですらそこまでと言ってる時点で察することができるだろう。到着。サーネーが一番でっかいのか。今ちょっと公式ホームページ見てきてるけど、日の輪が163センチ、葵が157センチ、結構身長あるね。でサーネーは書かれてないけど、まあ、見た感じ160半ば、もしかしたら後半とかあったりするのかな。いつ見ても不安になるブレーキの仕方だ。慣性の法則で体が前に押し出されてしまっている。いつきはさっきぶりだけど、こんにちは、ひのわ、あおい。こんにちは、サーネ。こんにちは、かわいい。お仕事お疲れ様、サーネ。うんうん、あおいは優しいね。昔からあおい妹のように可愛がってるサーネは感動したようにうなずいている。あ、よかったらサーネも食べる？ああ、半分に割ったアイスの片方をサーネに差し出してるあおい。おお、ありがとう。子供ような笑みを浮かべて棒アイスを受け取ってるサーネに俺はふと尋ねてみる。あーねえサーネ、ちなみにそれなんて呼んでる？それってボキボキのこと？ボキボキ？これって折るの難しいんだよね。まあわかる、なかなか真ん中から綺麗に割れなくてさ、うん、結構ね、少し溶けると難しいよね。手にした棒アイスを振りながらサーネが小首をかくいた。多分ボキボキって呼ぶのはこの村ではサーネだけですね。村だけじゃなくてなかなかいないと思うけど、日本全国といえど。ボソッと日の輪がつぶやいた。俺も彼女に同意するようにうなずく、うん、あ、そうだそうだ、いつき、グッジョブだったね。えらいえらい、私としても尊敬するよ。もう知ってるんだ。そして唐突に話題を変えてくるサーネ、これも長い付き合いならば慣れたものだ。いや、ありがとうサーネ、でも無理をするなって怒られたところだから。あ、そっか、そうだよね。サーネもイツキを注意すべきだったかな。サーネはそれでいいと思いますよ。褒めるのはサーネの役目で、いさめるのは私と葵の役目です。いさめる役目の方が多いな、やっぱり。そうだね。あ、そうだね。危ないことはしてほしくないって思うけど、頑張ったのに褒められないのも悲しいから。悲しいよ、それは悲しいよ。日の輪と葵の言葉にサーネは優しく微笑む。その表情は昔から変わらない。でもサーネは攻略対象じゃないんでしょう。悲しいな。そんなサーネはやがて真顔に戻り、何やら真面目に考え出す。え、何？あれ、そういえばもう一個くらい話したかったことがあったんだけどな。絶対重要なことじゃん。サーネ、食べ終わったらチューチューすったらダメだよ。あ、ありがとう葵。昔から食べ終わったチューブ型アイスの容器を吸う癖がサーネーにはある。あー、サーネーの口からアイスの容器を取ると備え付けのゴミ箱に葵が捨てた。どっちが年上だ？話したいこと？村関係ですか？それとも学園関係でしょうか？微妙にどっちもな気がするんだよね。どっちも？どっちもですか？それはなかなか難しいですね。学園と村の両方の話題か。あれか、人魚の子が来るってやつか。となると、そうね、例えば村に引っ越してきて家族がいて、そこの子供が転校してくるとか。あ、そうだ、いつきくんが言ってたこと本当にあることなんだよ。あ、いつき、多分それですね。やっぱそうなんだ。俺の当てずっぽうな言葉を日の輪と葵が肯定すると同時に、あー、かわいいサーネ。
いきなりサーネーが大きな声を出し、びっくりした。葵が飛び上がるようにして肩を震わせた。もしかしてサーネーが話したかったのって転校生が来ることですか？ああ、やっぱそうなんだ。転校生か。ああ、葵とかも聞いてるんだ。大抵の村の情報はかなり早めに入ってくるのだけど、今回ばかりは葵に先を越されたらしい。え？サーネーから聞いたんだよ。今朝学園で食べるお弁当、うちに買いに来た時。どういうこと？もしかしてそれすら忘れてたってこと？ははは。しかし視線を向けられた本人は全く意に介する様子はない。すごいなサーネー。あれ、そうだったっけ。まあとにかく来週の月曜日、来週の月曜日から転校生が来るから仲良くしてあげてねって言いたかったんだ。転校生か。しかし珍しいね、こんな時期に来るなんて。夏休み明けでも良さそうなのに。来週からは夏休みが始まるというこの時期に転校生なんてかなりのレアケースだろう。普通ならば夏休み明けからというイメージがある。それはちょっと事情があるので。知ってるんだやっぱり。ぽつりとつぶやいた日の輪が微妙に俺たちから視線を外していた。事情、ああ、そういえば日の輪も知ってるような口ぶりだったな。ええ、その子は私の家に住む予定になってますので、なるほどね。わ、日の輪ちゃんの家に。そうだったんだ。あれ、知らなかったよ。そうなの。知らなかったではなく忘れていたということではという思いを葵と日の輪も抱いただろう。まあ言うだけ無駄か。私の遠い親戚の子で、海外から事情があって日本に戻ることになっています。海外、急に決まったこともこの時期になったのもその事情が絡んでいますが。そういうことっていう体で言ってるのかな。そこに関してはあまり触れないでもらえたら嬉しいです。ということは何だろうか。住んでいた外国での政情不安とかそういうことだろうか。興味あるけれど日の輪が触れないでほしいと言っているわけだし、それ以上の勘繰りはやめておこう。もうそれならすぐに教えてくれればいいのに。さね、教えましたよ。やっぱ教えてもらってるじゃん。え、3週間前には間違いなく伝えました。3週間前。みんなに言わないのは説明をどうするか迷っているのかと思っていて、まあ、日の輪はそう思うよね。だからこそ最初にサーネーに話した手前、イツキとアオイにも黙っていたのですが。なるほどね。まあたまにはそんなこともあるよね。まあたまには、たまにはね。たまには、たまにはね。言ってやるな。かなり抜けたところが多いサーネーだけど、なぜかそれが致命傷にならないのが不思議だ。今ではそれがある種の安心感となっているのも事実だが、まあサーネーならそういうこともあるか。とにかく了解した。転校生が早く馴染めるように協力する。そしてこの村を好きになってもらえれば嬉しい、うん、どんな場所から転校生が来たのかはわからない。それでもこの村がいいところだと思ってもらえるように努力するのが住人の誠意と言えるはずだ。私からもよろしくお願いします。こうなるならもっと早く話しておけばよかったですね。まあ難しいね。そう言ってから小さく頭を下げるヒロは、と言っても彼女のせいではなく。大丈夫、サーネーも教師として協力するから、大船に乗ったつもりでいていいからね。元はといえばね。というわけで、葵のおばちゃん、適当にお惣菜ください。いいなサーネー、いいな。そんなのんびりした口調で言いながら店内に入っていくサーネーのせいなのは明白だろう。あの切り替えの速さというか心の強さは見習いたいですね、うん、多分サーネー以外には無理だと思うよ。まあ確かに、そもそもサーネー以外がやったらすっごくムカついてると思う。ああ、なんだかわかる気がします。お得だよねそういうキャラクター性って。それに日の輪ちゃんがサーネーみたいになったら日の輪
ちゃんじゃなくなっちゃうし、うん、私はあら、今のひなあちゃんが好きだなって思うから。いいじゃないですか。ありがとうございます、葵。どういたしまして。かわいい。顔をあからめて照れている葵と、その姿を微笑ましそうに見つめている日野は、昔からよく見る光景だけど、見ていて飽きることはない。しかし、この村に引っ越してくる同年代の子なんて、もしかすると初めてじゃないか。言われてみればそうかもしれませんね。というよりも、この村に引っ越してくる人なんてかなり珍しく、数年に一度くらいだと思う。村としては若い人にどんどん移住してほしいらしいが、なかなかうまくいっていないのが現状だ。特に気候面で合う合わないがかなりあるのが、その大きな理由だと聞いている。気候面。でもさ、知らない人がいっぱい引っ越してきたら、それはそれでちょっと寂しいかも。昼間に俺も同じようなことを日の間に言った覚えがある。その時は観光客の流入の話だった。まあその気持ちはわかる。村が賑やかになって活気づいてほしいとは思うけど、ジレンマだよな。その辺はこう前としてはほどほど目指してるそうだけど。五千、ああ、同じクラスの名物キャラのあだ名を口にすると、日の輪と葵が小さく吹き出した。赤江友香さんだね。この人がまた後々出てくる感じかな。はいはい、なるほどね。ほどほどっていうのが小泉さんらしいよね。口調は尊大で態度もでかいの。態度もでかい。割と考えは現実的ですからね。評価されてるってことでいいのかな。おそらくは俺たちの中でその小泉と最も親しい日の輪が言うのだから間違いない。あー、でも転校生の人、小泉さんにいろいろと絡まれたりしないかな。絡まれる。確かに、せっかく来た若者なら自分が取り込んでやろうと考えそう。午前とあだ名されるクラスメートは決して悪い人間じゃない。むしろ善人で面倒見がいいと言えるだろう。善人か。それと同時にかなり濃いキャラクターでもある。そこは私も気をつけることにします。彼方の人魚姫。恐れ多くも今夜こちらにお渡りになる。くれぐれも失礼がないように。はい。母はいつも通りの口調で、隼人は若干緊張した口調で、私は大きな自負を込めた口調で答える。我が家は神社、それも村の信仰を一手に引き受けるものだ。祀っているのは人魚。これは全国的にも珍しいと記憶している。やっぱり人魚。そうなんだ。世話役を仰せつかったのは日の輪だ。しっかりと励むように。普段はこんな言葉遣いをしないのだが、事情を考えれば当然とも言える。分かっています。万事抜かりなくお役目を果たしますので。頼むぞ。お前も分かっているとは思うが、と父が我が家の成り立ちから人魚の伝承までを通り一遍説明していく。何度聞いたのかわからないほどの話だが、いつ聞いても身が引き締まるような思いがした。多分これが私にとっての郷土愛の一つかもしれませんね。いつきにとってのそれは、お年寄りの世話や農作業の手伝い、そして医者になること。私にとってのそれは宗教的な伝統文化といったもの。形は違えど同じように村に貢献しているという事実が誇らしかった。厳密な神への帰依とは若干違うかもしれませんが、この神社に祀られている人魚はこの村の土着の神様に近いものがある。昔からってことか。それならば郷土愛も信仰の一つと考えてくれるかもしれない。それに人魚の方々にはお世話になっていますしね。お世話、あ、まあそっか、そうだよね、祀ってる。詳しくは被されているか黙されているか
私たちに恩恵と救いを与えてくれたこと、与えてくれたことは快挙にいともがないくらいなんだから。となっている。日野は聞いているのか。ちょっとだけ別のことを考えていると、それを目ざとく父に見つけられる。八代前の祖先が人魚と共にこの地の悪霊を払ったことは知っています。聞いていたならよい。そして神主であり東大である父は人魚を極めて尊い存在と捉えている。母は竹からの嫁入りであり、父ほどに人魚を崇拝していない。それでも強い敬意を持っている。多感な時期の隼人はそういった意味での敬意は薄い。それでも一般の人に比べれば強いのは間違いない。大丈夫、きっと我が家なら安らいでくれるはず。あの方は辛い環境に置かれている。人魚としての性を捨てて人間としてこの陸上で生きていくことを課された。ただ一人の人間として文字通りのゼロからのスタート。だからこそ私たちがしっかりしないと。だけどほんの少しだけ思ってしまう。あの方はそれを望んでおられるのかと。本当にいいことなのだろうか。この陸上で生活する糧になるのでしょうか。私は父の厳かな声を聞きながら、水泡のように浮いてくる疑問を押し殺すのだった。今更ではあるけれど、昼間に樹に聞かれたこと、つまり人魚について私は彼に嘘を吐いた。確かに。いや、厳密に言うと嘘ではないかもしれない。最初は彼が幻覚でも見たのかと本気で心配になったが、ちょっと冷静になってみて気づくことができた。十中八九、あの方なのでしょうね。あの方の人となりは事前に聞いている。優しく思いやりがあり、好奇心旺盛、前向きで努力家で明るい性格をしている。へえ、まあそうかそうだな。しかしそれはあくまでも事前の情報でしかない。大切なのは自らの目で見定めること、自らの頭で判断すること。それがあの方への敬意になると私は思っている。とは言っても、同時にそれらの情報が樹が見た光景と矛盾していないのも理解している。私の斜め後ろにいる父は神職としての衣装に耳を包み、こちらに向かってくるあの方を緊張の面持ちで見つめていた。私たち宇都宮家以外にもこの場には関係者が集まっており、受け入れの儀式が滞りなく行われるか監視している。結構人いるんだ。見守るではなく監視というところが個人的には大事なポイントだと思っている。監視。人間なんですね。あの方の姿を遠目で確認して最初に思ったのはそんなことだった。本当に海から、まあ、そうだよね、やってくる。手があり足があり、そんな当然のことにほっとするなんて。もちろん知識としては知っている。人間になったからこそお渡りになったのだと。だけれどこの目で見て不思議な安心感を抱くのも事実だ。ハヤトのことを不敬だなんて私も言えませんね。ふと斜め後ろにいるハヤトを見れば緊張で無言のままだった。父さん、ハヤト、目を閉じていてください。日野は、それはどういう？どういう？家族揃ってしっかりとお迎えするのが礼儀と考えている父は若干困惑している。確かにそれは理解できる。私も本来ならそうすべきだと思っているけど、あのお方の素肌を見るのは不敬だと思いますので。あれ？これもしかして。ここに立ってようやく父も理解したらしい。慌てたように目を閉じた。ハヤト、ぼーっとしないでください。ああ。ハヤト、お前にはまだ早い。そういうこと？慌てて目を閉じるハヤトの仕草は父とそっくりだった。かわいい。では、お迎えに行ってまいります。
失礼のないようにな。あの方は人魚の姫君なのだから。姫君、父の言葉には嘘はないのだが、私も緊張しているのか現実感を得られなかった。変わり者とか何を考えているかわからないやつなどと言われる私でも緊張するくらいなのだから。十分承知しております。あのお方に緊張がバレないようにするためにも、私はあえて厳かな口調で答える。くれぐれも頼むぞ日野は。威厳ある声を出しているつもりだろうけれど、目をぎゅっと閉じたままなのが気の毒だった。仲良くなれるといいわね。耳元に届いたのは神職の妻ではなく、純粋な母親としての言葉だった。あまり考えていなかった言葉に小首をかけると、母は何事もなかったかのように椅子前を正した。姉ちゃん気をつけて。はい、ありがとうございます。緊張するね。お役目の成否ではなく、私の心配してくれた隼人の言葉がなぜか妙に嬉しかった。隼人かわいいな。さまざまな種類の感情を向けられつつ、砂浜をゆっくりと歩いていく。そしてあの方も海をこちらに向かってゆっくりと近づいてくる。おお、ギリギリセーフか。どうだ YouTube 君。すでに上半身はあらわになっている。海水に濡れた髪が月光を反射させていた。私たち以外に誰もいない海岸は不気味なほど静かなのに、不思議と心休まるような雰囲気があった。初めて御意を得ます。引き受け人の宇都宮日野和と申します。今後は世話役としておそばにはべることをお許しください。失礼しました、こんな大事な場面で喉が、深々と一礼すると、あの方の姿は視界から消える。波打ち際をこちらに向かって歩いてるはずなのに、なぜか水をかき分ける音がしない。それでも私は見定めるような視線とこちらに向かってくる空気は感じられた。立花愛菜と申します。以後吉奈に愛菜、はい、立花愛菜様、口にはせずに頭の中でつぶやく。姫様、こちらの世界の生活では何かとご不便でしょうが、微力ながらお手伝いできればと思っております。ありがとう。私のことはアイナと呼んでください。事前に聞いた通りフレンドリーな方なのですね。名前呼びをいきなり許してくれるなんて恐ろいことではあるが、感情に出すことはできなかった。恐れ多いことにございますが、私はもう姫ではありません。姫と呼ぶならば、あ、現在の姫に比例では。そういう、なるほどなるほど、そういう理論で来られましたか。そう言われれば私は黙って頭を下げるしかありません。もう別の姫君がいるんだ。ではアイナ様、私のことは日野和と。ん？アイナ様とお呼びすると、目の前の少女は少しだけ不満そうな表情になる。決してそれが上流階級にありがちな嫌味なものではなく、子供が頬を膨らませて拗ねているのに近い気がした。はい、日野は三、日野はどの、なるほど、日野はでお願いします。本当にほんの一瞬だけ戸の呼びに心が動いたのは内緒だ。へえ。アイナ様をお守りする声、そんな自分をちょっとだけ想像してしまった。なるほど。それでは日野はこれでいいですか。アイナ様のお言葉に静かに一礼をする。先ほどまでの若干の不満そうな様子はすでに消えていた。その意味では切り替えが早いタイプなのだとわかる。ではまずは当家より最初の贈り物を。再び頭を下げてから私はアイナ様にあるものを差し出す。海に住み、海に関わる者たちに幸福をもたらす人魚。その一族が陸に上がってくるときには、
身元を引き受ける家が献上品を持参することになっている。これは、お、これならセーフかな。純白の絹糸、体を拭う布を受け取るアイナ様の困惑は顔を見ずとも伝わってきた。献上品というには質素すぎるが、この場に最もふさわしいものだという自負はあった。まずはお体を拭いていただき、地上の服を身につけていただければと。ちょっと待って、失礼しました。うやうやしくそう言ってから彼女にだけ聞こえるように付け加える。はいはいはい。まあ絹衣が地上の一般的な服かと問われれば微妙なところではあるか。そうね、父と弟にずっと目を閉じててもらうのも心苦しいので。お、え、そうですね。ようやくアイナ様は自らがゼナだということに気づいたらしい。人魚は基本的に海では全裸というか服を着用しないとは事前に聞いていたが、ご本人には自覚がなかったようだ。ありがとう、イノワ。もったいないお言葉です。そのそろそろ顔を上げてもらえますか。そのままでは話しにくいでしょうし。では失礼いたします。そう言って顔を上げると、そこには思わずそんなため息めいた言葉が漏れてしまう。先ほどの裸体の姿も美しかったが、あくまで作り物めいた感じがあった。しかしごくごく普通の衣服を着用することで、その作り物めいた雰囲気が消失する。月光反射する綺麗な髪、こちらを見つめる大きな瞳、言葉を紡ぐのは赤く豊かな唇、それらには絶妙かつ奇妙な現実感があり、私の心を無性にざわめかせるものだった。ああ、とは、失礼いたしました。当家にご登流いただくのはかようなお方だと感動しておりました。綺麗だね。とりあえず父や関係者向けに取り繕っておく。こんな見麗しい方が海を持っているならば、信仰の対象となるのも当然かもしれない。人魚の姿絵は嘘っぱちですね。おう、むしろアイナ様に対する冒涜とすら言えるだろう。それから日本各地に残っている人魚のミイラと呼ばれるもの、あれだけはアイナ様には絶対に見せられない。これまでのお勤めご苦労様でした。この海を守っていただき感謝の念に堪えません。はい、その言葉嬉しく思います。謙遜するだけではなく素直に受け入れる。自らの仕事に自負があり誇りを持っている、それだけでも私としては尊敬できることだ。もちろんアイナ様が海で具体的に何をしたのか、それを聞くことは一生ないだろう。海と陸は別の世界、故に海における情報のほとんどは陸では禁忌となるのだから。今までアイナ様が海を守ってこられたように、これからは私どもがあなた様をお守りします。それが引き受け人であり世話役と定められた私の責務だ。しかしそれ以上に目の前のアイナ様に心を奪われていた。神秘的な雰囲気を持ちつつも、どこか親しみを抱かせる温かさがある。海の世界から弾き出され陸の世界で生きていかざるを得ないのに、悲壮感などを全く感じさせない佇まい。仲良くなりたい、そんな思いが自然と浮かんでくる。もしかすると母はこれを予想したのでしょうか。私がアイナ様に心を寄せると確信していたのかもしれない。ありがとう、日野は。でも無理はしないでくださいね。ご配慮、痛み入ります。しかし生まれてこの方、無理はしたことはございませんので。その言葉に嘘はない。8割の出来で2割の余力、それが私のモットーだ。だとしても
アイナ様という存在のためならば、そのモットーを破ることも厭わないだろう。さて、そろそろ我が家にご案内いたします、うん、まずはお体を休めていただければと思います。はい、ではよろしくお願いします。柔らかな笑みを浮かべてアイナ様は私の言葉に答えてくれた。そして私は背後にいる家族に向かって機密を返そうとするか。ああ、そうでした。一番大切なことを申し上げるのを忘れていました。はい、何でしょうか。なんだ。市場に住む者の誰一人としてこの言葉をかけない方がはるかに礼を失するはずだ。不敬ですが申し上げます。周りに聞かれぬよう小声になりますが、うん、もしも周囲に聞かれたら間違いなく面倒なことになるだろう。そのせいで世話役外されては本末転倒。なんだなんだ。ようこそ陸の世界へ。おう、私たちはアイナ様を歓迎いたします。そうだよね、確かに。その言葉が意外だったのか。アイナ様がちょっとだけ瞳を揺らした。そしてアイナ様に出会えたことをとても嬉しく思います。これ、まあそうだよな、大きな声で言えないのか。私も日の輪に会えて嬉しく思ってます。最初に浮かべた笑みは人懐っこくて神々しさからは離れたものだった。だけれどそれ以上に私を引きつける力がある。神々しさではなく人懐っこさを見せられ、ふとそんな当然のことに気づく。少しずつでもいいから話をしてみたい。アイナ様と距離を縮めたい、そんな願望がぷかりと感情の海から浮かんできた。彼方の人魚姫、こちらが境内となっており、奥が拝殿になります。本殿に祀られているのは私の世話役になった少女宇都美日乃は。お、アイナ目線か。これは出会ってからわずかな時間でも彼女が優しい人だというのは理解できた。もちろん事前の知識としては知っていたけれど、実際にはそれ以上の人だと分かった。今着ている陸上の可愛らしい服を身につけるときには丁寧にレクチャーをしてくれたくらいだ。それにしても本当に可愛い服だと思う。私に似合ってるかなと心配になってしまうほど。へえ。そこに関しては説明は不要でしたね。私の内心の不安を知ることはない日の輪がこちらを見つめながら説明を続けている。海で最後に彼女からかけられた歓迎の言葉は本当に泣きたくなるくらいに嬉しかった。陸に上がり不安な私の心をどれだけ救ってくれたのか彼女は想像もしないだろう。ん？お、はい。服着てる。本当はもうちょっと説明を聞きたかったけれど、結局口にすることはできなかった。本来というか普段の素の私なら遠慮なく聞けたのに。素の私、へえ、気になる。あ、かわいい。拝殿の奥には本殿があり、アイナ様以外は立ち入り禁止となっております。お、なるほど。なるほどね。これでメインビジュアルっていうのかな、その姿になってるわけだ。その言葉に疑問を持ってしまい、それを彼女は的確に悟る。あの、アイナ様も祀られているので。人形を祀る神社なのだから当然といえば当然かもしれない。しかし自分が宗教における信仰の対象というのはどうしても違和感があった。海に行った頃は王族の一員であったから敬意や情景といったものを向けられていた。どうけか。でも信仰の対象ってそれとは違うよね。いるかいないか判断せず祈られる対象、
求められるのは実際よりも救いや利益なのだから。神社の敷地であればご自由に過ごしていただいて構いません。ただし裏の林に行く際にはお声掛けください、うん、迷われると大変ですので。年齢的には同じぐらいってことだよね。学校にも来るってことは。裏の林と言われてそちらに目を移す。うずうずと好奇心が湧いてくるけれど、あ、好奇心、それをなんとか押し殺すことができた。やっぱりもっとあれだよね、少女っぽい感じなんだろうな。わかりました、日野は。その際にはよろしくお願いします。また当然ながら屋敷の使用も自由にしていただいて全く問題ありません。早く素のアイナが見たい、ね、ただし屋敷に置かれている地上の家電製品などにはアイナ様が知らぬものが多いかと存じます。その中には、うん、使い方によってはアイナ様の身に危険が及ぶものもありますのでお気をつけください。わかりました。一応私も陸上の文明などの知識は事前に与えられていますが、日の輪のことを素直に頼るとしましょう。違和感といえばこの故障もそうだ。本当は日の輪さんか日の輪ちゃんと呼ぶべきなのに、私としては友達になりたいから後者がいいけれど、それに同い年みたいだし、これから私のお世話をしてくれるのだから呼び捨てにしていては失礼な気がする。では今から屋敷にご案内します。なおそこからの案内は私の母が務めることになります。日の輪ではなく？違うんだ。はい、先ほど申しました我が家に存在するアイナ様への潜在的な危険性を最も把握しているのが彼女なので。なるほどね。ああ、なるほど。ご自宅に一番詳しいのはご母堂なのは素直に納得できますね。ご理解いただけて幸いに思います。ではこちらへ。はい、お願いします。ここに来てもこういう扱いをされちゃうのか、ちょっとだけ気分が落ち込む。海でもそうなんだ。じゃりっと靴の裏に石を踏む感覚が。靴なんだね。そうだね、足が初めて。靴というものの知識も事前に海の中で与えられていた。地上の常識や法律、箸の使い方やお辞儀の仕方、もちろん拙い部分がいっぱいあるのは理解している。それでも本当に実際に触れると違うよね。言葉での知識と体で得た経験にはここまで違いあるのかと改めて驚かされた。アイナ様、お足元にお気をつけください。ありがとう、日野は。まだ硬い感じだね。まあしょうがないか。その凛とした背中を見て思った。そうじゃない、うん、元人魚、元王族として見てほしくない。友達か。私が陸上に来たのはそのためじゃないのに。そうだよね、あやねちゃんの件も。ただ虚しく心でつぶやいた願いは誰にも聞かれることはなかった。お、それでは失礼いたします。かわいい。これが、いや、日の輪の部屋なのか。このでっかいぬいぐるみいいね。案内感謝します。今後ともよしなに。いや、アイナの部屋になるのか。日の輪のお母さんがうやうやしく一礼して自供する。この家にやってくると案内役は日の輪から彼女に変わっていた。案内感謝します。よしの。最後に日の輪ちゃんのお母さんに向けたセリフを私は唖然と繰り返す。本当は違うのに。そんなつぶやきは誰かに聞かれることはなく、部屋の壁に吸い込まれていった。これがフローリングの床、うん、ツルツルして不思議な感触。菊の敷物ってこんな感じなんだね。畳とかじゃないんだね。ふわふわのカーペットに手を伸ばすと心地よい感触がした。私の部屋なんだよね。私のために用意してくれた部屋で、内装は日の輪が考えてくれたそうだ。
その部屋に満ちているのは海水ではなく空気。あまりに当然の事実には未だに慣れていない。それだけでも十分って思わないとダメなのに。部屋に置かれている気になったものをペタペタと触りつつ私はつぶやく。地上のものって基本的に乾燥しているから、触れた時の質感が海とはまるっきり違う。その質感が私にとっては新鮮で楽しかった、はあ、そして最後はベッドに転がってから深いため息を吐いた。置かれているイルカのぬいぐるみを抱きしめるとちょっとだけ気分が和らいだ。友達になりたいなんて言ったら迷惑かな。自分の中にある素直な感情を口にすれば日の輪には迷惑かもしれない。そんなことを望んではいないけど、日の輪には迷惑をかけたくない。それでも同じくらいに地上に来た際に誓ったことを果たしたい。日の輪だけじゃなくて葵ちゃん、いつきくん、会ってみたい人の名を口にして慌てて私は頭を振る。それよりもまずはここの家の人たちとはちゃんと打ち解けたいな。日の輪のお父さんは私を畏怖しているように見えた。後で日の輪から話を聞いたところ、かなり人形を、ちょっと待って、失礼しました、熱く信仰しているらしい。はあ、熱くって思うんだ。そういう人もいると事前に海で聞かされていた。それでも実際に目の当たりにするとモヤモヤしてしまう。そんなに大した人間じゃないけどな私って。いい、なかなかまだ素性がわからないからね。実際問題として海でお姫様やってた時も家族の前では素の状態でいられた。一人で部屋にいる時はダラダラするし、割と面倒くさがりだし、子供っぽいところがあるのも自覚しているし。バレないようにしないとダメかな。見せてほしいけどな。どうなんだろう、みんなをがっかりさせないだろうか。それがすごく心配だった。でも日野はちゃんと会えたのは嬉しいな。それから隼人くんともちょっとだけ話せたし。思い切って日野輪ちゃん、隼人くんと口にして、そっちの方が違和感ないことを確認する。あやねちゃんと話してる時にはずっと二人をちゃんつけくんつけだったのだし。でも聞いてた通りだったな。日野輪ちゃんは凛とした佇まいをしていて、その内側は柔らかくて優しい人。ちなみにあやねちゃんが一番よく喧嘩した相手らしい。そうなんだ。馬が合わないというわけではなく、ライバルだから仕方ないって言っていた。ライバル。あと隼人くんは見た目と同じでどこまでもまっすぐな男の子。他にもいろいろと聞いていたけれど、きっと彩音ちゃんが言っていたことに間違いはないのだろう。うん、大丈夫、私はできる。あの子の代わりは務まらないと分かっている。たとえそうでも、あの子の代わりにいろいろなものを見て経験することはできる。それだけが私にできる唯一のことなのだから。そしてそれを他の人に知られるわけには。アイナ様、今よろしいでしょうか。その声が聞こえると同時にベッドから跳ね起きてテーブルの近くに座った。ええ、大丈夫です。私は椅子前を正し、意識して凛とした声を出す。先ほどまでの素の私を心にしまい込んだ。失礼します。ドアを開けて入ってきた日の輪ちゃんはお盆を手にしていた。その上には麦茶が注がれた2つのグラスがある。お、体に不調はございませんか。ええ、ありません。そうですか、それは良かったです。じっと私を見つめている日の輪ちゃん、ちょっとだけドキドキしてしまうのは内緒だ。そのドキドキを紛らわせるために私は差し出された麦茶を一口飲んだ。美味しいですね。なんか緊張してる表情が。ありがとうございます。
私と同じように麦茶を一口飲んでから、日野ちゃんは柔らかく微笑んだ。そしてまた私をじっと見つめてくる日野ちゃん。どうしました？いえ、単純に言葉を探していました。何と言えばアイナ様の不安や心配を和らげられるかと。気にしないでください。日の輪に肩肘を張られる方が私としてはやりにくいので。申し訳ありません。以後気をつけます。すごいね、緊張した雰囲気が結構長く続くね。まあしょうがないよな。楽にしてほしいと言ったはずなのに、よそどりというべきか、日野ちゃんは静かに頭を下げた。ここで眉根を寄せたりしたら、さらに日野ちゃんを恐縮させてしまう。それが分かっていたから、平静を整うように努めた。ところで、陸の世界、日本という国に来ての印象はいかがですか？まだ数時間しか経っていませんが。私が恥ずかしがっていると思ったのか、日野ちゃんが話題を変えてくれた。とても素晴らしいところだと思います。またこのような快適な部屋を用意していただいてありがとうございます。宇都宮家の皆様のご尽力で陸上での生活への不安も和らぎました。あ、いえ、申し訳ありません。そういうつもりでお尋ねしたのではなく。てっきり私が返したようなことを聞きたかったんじゃないのかな。言いたいことがあるのなら遠慮しないでください。この言い方ちょっと怖い。不敬をお許しいただけますか？もちろん構いません。なんだろう。アイナ様とお話がしたくて取ってつけた質問をしました。予想外の言葉に困惑していると日野ちゃんが続ける。私の世話役という役目は栄誉なものです。ですがそれだけにはしたくないと思い始めています。それはどういうことでしょうか？アイナ様を理解し人としての関係を築く、それが世話役としてではなく宇都宮日の輪のあるべき姿ではと思ったのです。相変わらず口調は固いままで、日の輪ちゃんはじっと私の目を見つめている。いや違うか、彼女は話すときにできるだけ私を見てくれた。対面の儀の時からそれは変わっていない。それに私が今更になって気づいただけの話だ。ありがとうございます。しかし良いのですか？アイナ様がよろしければですが。日の輪の立場的にの話です。ようやくつかんだ細い糸を離さないために私の質問が慎重なものとなってしまう。世話役は意外と権限が強いのです。お、言ってしまえばアイナ様の最側近ですから。そのため私とアイナ様が望むのならば誰も文句をつけることはできません。おとなしそうに見えて意外と好戦的。アイナちゃんが言った通りの顔を見せてくれる。そうだね、結構やるよね。やるときはやりそうだよね。わかりました。日の輪の提案を喜んでお受けします。これ今思ってるけど主人公いらないんじゃないかな。こういう話で一本いけそうだけど。ありがとうございます。私たちの間にある堅苦しい空気は時間が解決してくれるはずだ。私と日の輪ちゃんが言葉を重ね距離を縮めればきっと仲良くなれる。ああそうでした。日本をどう思うかですね。そして口実とはいえ日の輪ちゃんが初めて振ってくれた話題なんだから、このまま終わらせるのはもったいなかった。多分この時の私は浮かれていたのだろう。また同時にこういう時には素の自分が出やすいことも忘れていた。とてもいい場所だと思いました。自然が豊かで海とは異なる植物があり、虫がいて流れる風があり、空気がまとう暖かさは不思議なものでした。海についてはいかがですか？こちらの村は海とは切っても切れない関係にあります。もしもアイナ様が海の近くにいるのがお辛いというならば。そんなことはありません。この村が海とは切っても切れないように私も同じなのです。
二度と帰ることはなくとも、故郷の近くでそれを見ることは、私にとって心安らぐことなのですから。あの世界に戻れないのは辛くないといえば嘘になる。同時にそれを受け入れることが第一歩だとも分かっていた。故郷である海の近くに住み、故郷である海を見る。それだけで私は十分に満足すべきなんだと思う。そうですか。では今度案内いたしますね。はい、お願いします。海水浴や海岸でのバーベキューなど、いろいろな楽しみ方がありますので。海水浴ですか。楽しそうですね。この村の海は波がとても良かったです。いいことを思いついたかもしれない。なんだ、日野はちゃんと言葉を重ねることで自分の措置が徐々に顔を覗かせてきた。ええ、場所によっては波乗り、サーフィンができるところもあります。サーフィン、確かに。お？ジャパンの海は波がジャパーンとしていて、サーフィンにはうってつけでしょう。なるほど。ぶっこんでくるね、急に。私は思わずそんな自分の恥ずかしい素を出してしまっていた。確かに、ジャパンの海は波がジャパーンとしていて、サーフィンにはうってつけでしょう。日野は。もっとこういうのを見たいよね。今アイナ様は何て言ったのでしょうか。一瞬だけ思考が止まってしまい、恐る恐る彼女の顔に視線を向ける。私の視線の先では、しまったといった表情をしたアイナ様がいます。なるほど、アイナ様の巣はこれなのですね。アイナ様の人懐っこい笑みを見たときに感じたものは、決して間違いなんかじゃなかった。神様じゃなくて目の前のアイナ様は私と同い年の女の子。そんな単純な事実を確認した私は、思わず小さな笑みをこぼしてしまいました。もちろんアイナ様が口にしたギャグは一級品だったのも間違いありませんか。一級品、パンの海は波がジャパーンですか。そんなに面白かったのですか。いいな、この二人。ええ、アイナ様はセンスがありますね。ギャグに関しては割とうるさいタイプだという自覚がある。そうなの。友人たちにはただの親父ギャグ好きという心ないレッテルを貼られることがありますが。本当。嬉しそう。アイナ様は今までの神や元人魚という仮面を脱いで、期待に満ちた視線を私に向けてくる。その姿は先ほどとは比べ物にならないほど魅力的で可愛らしいと思えた。もちろん本当です。私はこう見えてもギャグにうるさい人間なので、その私から見てもアイナ様は天才だと思います。天才、持ち上げるね。ちょっとだけ不敬な言葉かなと思いましたが、才能や才覚は素直に称賛すべきでしょう。そっか、よかった。アイナ様はそっちの方が素なのですね。え？あ、はい。私に指摘されて、アイナ様は自らの状態を理解したようです。それほど私とのやりとりが嬉しかったのかもしれない。アイナ様はこの世界でしたいことはありますか。元人魚、元王族、それらは考えなくてもいいです。私はそんなことを抜きにしても、彼女の願いを叶えたい、したいことをさせてあげたい、そう思い始めていた。それはいいんですか。アイナ様が望むならば、もちろん
あなた様が先の私の言葉を不敬だとおっしゃるなら撤回いたします。そんなことしない、じゃない、おするわけないよ。ただ一人の人間として扱ってほしい、そんな思いが込められたアイナ様の言葉だった。わかりました。出会う前までは崇拝の対象だった。出会った直後は神々しさしか感じられなかった。そして少しの感情の揺れから水泡のような小さな思いが湧き出ていった。それはとても単純でありながらとても大事なものだった。私はアイナ様と仲良くなりたい。拙い言葉ですがそう思っています。うん、私もだよ。よかったです。では今後は私に遠慮はしないでくださいね。したいこと、やりたいことがあれば何でも相談してください。そんな私の言葉をアイナさんは吟味するように聞いてから、それなら、うん、一つ目のしたいことを言ってもいいかな。はい、なんなりと。私とそう言ってからアイナ様は私に右手を差し出してくる。私と友達になってください。ちょっと待って、この二人でやっぱり一本かけるんじゃないかな。主人公いるか。まあいるか、いるよな。そうだよな。喜んで。いいじゃん、いいじゃない、かわいい。その手を握り返すとアイナ様は嬉しそうな笑みを浮かべた。こういうのって照れるね。そうですね、面と向かって言うのは照れますよね。そうだよね。日の輪ちゃん、日の輪ちゃんでいいかなというアイナ様の声が聞こえた気がした。日の輪ちゃんで問題ありません。では私は友人になりたいと勇気を出して口にした少女。そんな相手に他の友人と差をつけるのは失礼に値するだろう。アイナ、アイナ、基本的に親しい友人は呼び捨てにするタイプでして、もしもアイナが嫌ならば。そんなことないよ、そのままでいいから。思いのほか強い気合で言われてしまい、また一つアイナの別の顔が見れた気がする。友達、新しい友達か。嬉しそうなアイナを見ていると、海の世界では友人が少なかったのかもしれない。王族であればそれも当然なのだろうか。アイナは素の方が可愛らしいですね。完成された空間、いいな。友人と認めたのならば、私もいつものように振るわなければならない。そうでなければ私はアイナも自分自身をも裏切ることになるのだから。かわいい。ええ、とても魅力的でかわいいですよ。お迎えした時のような神々しさも捨てがたいですが。まあね。神々しさなんてありましたよ、十分に。こういったことは本人には自覚がないようで、アイナは恥ずかしそうにもじもじとしていた。アイナ、ここからは真面目な話を少ししましょう。私とあなたが友人となったことでできる会話です。少なくとも信仰の対象で手厚いお世話するだけの相手とはできない話だ。うん、分かったよ。ではハヤトのことはどう思います？どう思う？ハヤト君、言われても。なるほど、ハヤトはくんづけですか。あ、そういうこと。多分私と友人になったことで故障が自然と変わったんだろう。端的に言うと、お、異性としてです。そういう。は？別に驚くほどの話ではありません。これから同じ家で生活をするのです。まあそうか、巫女としての自分よりもアイナの友人としてここははっきりさせるべきだ。ア
ある程度明確にしておかなければ互いにやりにくくなる可能性がありますので。日の輪って結構グイグイ来るね。あくまでも下世話な話ではなく、アイナがこの家で楽しく過ごすための真面目な話です。うん、可能性は薄いと思うが、ハヤトからアイナを守る必要が生まれる可能性はあるんだ。ある程度アイナを神格化していても、長く共に生活していれば変わる可能性は十分にある。もちろん変わるのがハヤトなのかアイナなのかはわからない。それでもそういう可能性があることをアイナには知っておいてほしいとも思った。人魚でも姫でもなく、一人の人間として生きるにはそういうことからは逃げられませんからね。もちろん逃げている私が言うことじゃないかもしれない。逃げている私。そう言われてもあんまり話してないし、それになんていうか。アイナはどこか困ったような表情になってから言葉を続ける。私、おう、弟が欲しいなってずっと思ってたんだ。あ、もちろん妹も可愛かったけどね。ハヤト、こんなお姉ちゃんできたらまずいでしょう。スズナ様でしたね。スズナ様、あ、妹、うん、そっかそっか、妹、妹、妹、あ、妹いる。あ、なるほど。寂しげに眉毛をしてしまうアイナ、その様子を見ているだけで心が痛んでしまう。もともと聞いていた話ではとても仲の良かった姉妹らしい。ここでその代わりが見つかるはずもないが、せめてその空白を埋められればいいと思う。ま、葵もいるしね、いけるんじゃないかな。なるほど、理解しました。ハヤトにはアイナの弟らしく振る舞うようにしつけましょう。しつける、しつけるか、いいな。あのさ、なんとなくだけど、ハヤト君の扱いが雑じゃない？いいな、日野はお姉ちゃんとして。これもまた友人たちからよく言われる。なんだその表情。私としてはそんなつもりは全くないのだが、周りはそう思ってくれないらしい。弟としては普通の扱いですよ。まあ私も弟ですけど。そうね、そういうものなんだ。おもちゃにされるかな。そういうものなのです。この世界の大部分の姉にとって弟とはそういうものだろう。では次の話です。次、切り替え早いね。早い。似たようなことを葵たちにも言われるが、あまり自覚はなかったりする。それで次の話は何かな。私とのフランクな会話が楽しいのか、アイナが目をキラキラと輝かせている。元王族なのだから、こういった会話も家族以外とすることはなかっただろう。いや、もしかすると家族ともできなかったのかもしれない。ではアイナの好きな食べ物は、うん、もしくは地上の料理で食べたいものを教えてください。そう告げた私に対してアイナは可愛らしく小首をかけるんだった。彼方の人魚姫。お父さん。日野は失礼なことしてないだろうな。先ほどまでの尊厳をかなぐり捨てるように親父がテーブルに頭を突っ伏していた。これは早乙女線かな。緊張の糸が切れた反動なんだろうな。基本的に親父は気が小さいし、普段はお袋の尻に敷かれっぱなしだ。ああ、そうなんだ。それなのに神主としては威厳ある態度を取れることに、俺は密かに尊敬の念を抱いている。なるほどね。大丈夫じゃない。断言できないのが弟としては辛いところだが、姉ちゃんならなんとかなりそうな気がするのが不思議だ。姉ちゃんって新人っていうか、人魚とかこの神社への思いは俺なんかよりも強いし。そうね、うん、あの子はこの村が大好きだから、村のシンボルである人魚も神社も好きなのよね。村への郷土愛が根本にあるから心配してるんだよ。
あの子がアイナ様を村人として迎えようと思うのが俺は怖いというか恐れ多いというか。なるほど。ああ、それは確かに。親父の懸念はもっともだ。ずっとアイナ様をお渡りになったあの方として扱うのならば全く何も変わらないだろう。でも例えばこの村で生活する仲間、もっと言えば友達として捉えたら。言いたくないけどさ、そうなったら親父が大変じゃない？いや、アイナ様の事柄で親父のことを話すのはあれだけど。あの方と親父を同列に話すということ自体が本来ならまずいことなわけで。言うな、不敬だし私も。そう言いかけて親父は自らの溝落ちを撫でる。ただいさえお姉ちゃんは扱いにくいというか良くも悪くも自分の信念で行動している。たとえ神主である親父とは意見を言いにしても、自分が神社や村のためになると思えば決して意見を曲げることはない。そんでもってそのままどこまでもひたすらにまっすぐ暴走していくタイプ。でもそれがアイナ様の願いなら、それに従うのがお役目なんじゃないかしら。ニコニコしながらお袋が容赦ない正論を口にした。しかし姫様だぞ。日の輪なら元ですねと訂正しそうね。 お母さん、確かにそれはその通りだし、お前が言ったようにお役目としては正しいだろう。しかしな、日の輪だぞ。姉ちゃんなんだよな。いいじゃないですか。日の輪は優しくて包容力があって、一度手元に入れた人を決して無下にはしない子ですよ。包容力に関しては弟として意義はあるが、それ以外は概ね同意せざるを得ない。まあなんだかんだで優しいって安心しろ。とにかく姉ちゃんは一度気に入った相手、一度友人になった相手には強い愛着を抱くタイプだ。絶対に見捨てないし、救いを求められたら絶対に応える。そんな人ではあるのは間違いないのだが、たまに過激というかやりすぎることがあるからな。過保護というか構いたがるというか、そういう悪い側面も姉ちゃんの中には確かにある。親父が心配してるのはそっちのことだろうな。さっきからお父さんは日の輪に不安があるみたいだけど、自分の娘をそんなに信じられないのかしら。ちょっとだけ冷たいお袋の言葉に親父が少しだけひるんだ気がした。我が家のヒエラルキーがよくわかる光景でもある。そういうわけではないが、会うかどうかが心配なのだ。日の輪はこの家のものとして十分に育ってくれた。心映えは優しく、黙っていればまあ。いろいろと父の中の葛藤が見えたような気がした。それでも所詮は一般家庭の範疇だ。しかしアイナ様はそうではないのだぞ。価値観だったり行動様式、一般常識も海と陸の差と同じくらいあるかもしれない。果たしてそれで二人はうまくやれるのだろうか。それなら日の輪が失敗したならお役目を変えてもらえばいいじゃない。先月の時点でも相当悩んでいたんだから。100年以上の時間を経て陸上で生活せざるを得ない人魚が出たと聞いたのは一月ほど前の話だった。人魚を祀っている我が家はまあいわゆる秘密組織的な何かに属している家系だ。秘密組織っていうと安っぽいとは自分でも思う。要はこの世界に実在している人魚と互恵関係を結んでいる組織と考えればいい。そんなことができるはずないだろう。少なくとも一度受け負ったのだから。もちろんお役目もあるが、それ以前に困っている人を放っておけるはずないだろう。あくまでその組織の、まあ、一家族というか一員みたいな感じなのかな。なんだかんだ言ってる親父も姉ちゃんと似てるところがあるんだよな。
お役目も大事だけど、同じくらいに人間としての倫理観を大切にしている。汚れを受け海に住めなくなるとは、なんとも不憫じゃないか。今のアイヌ様の脚部には俺たちと同じようなアチが存在している。これこそが彼女が陸に上がらざるを得なくなった原因だ。汚れと一般的に言われているもので、簡単に言えば人魚が人間になってしまう症状のことだ。原因は不明で、発症するのは100年に1人いるかいないかといった頻度。そのような状況で海に住むことなどできるはずもなく、陸上での生活を余儀なくされることになる。そこで陸上生活に順応する手助けをするのが我が家が主に請け負っている役割だ。とりあえずさ、いろいろ心配事はあるけれど、姉ちゃんを信じてみようか。それに親父がそんなに不安そうだと、アイナ様にも移るかもしれないし。不安な人を見ると自分も不安になる。不安という感情はとても強い伝染力を持っている。野球の試合でも似たようなことを幾度も経験しているからわかる。野球部か。母さん、アイナは唐揚げとオムライスそれからシーザーサラダが食べたいそうです。仲良くなってる。アイナ様と連れ立ってやってきたお姉ちゃんがいきなりそんなことを言い出した。あら、そうなの？お母さん。それじゃ早速準備しないとね。さすが日の輪の母親だ。そして疑問を口にすることなく動き始めるお袋はさすがだと思う。すべきことがあるならばすぐに行動する。お袋のモットーは俺も見習いたいと思っている。ああ、それから仲良くなれてよかったわね。うん、はい、母さんのおかげです。ありがとうございました。いいな、この母と娘の関係。そんな小さなやりとりが俺にだけは聞こえた。男どもがぽつりと置いてけぼりよ。ひのは、お前は何を言ってるんだ？というか呼び捨てだと？先ほどまで俺たちが想像したレベルをはるかに飛び越えた姉ちゃんの代わりよ。それを前に親父は目を白黒させながら狼狽する。多分親父の反応が普通なんだよな。台所に向かうお袋の背中を、何よと言われて、台所に向かうお袋の背中を見ながらそんなことを考えた、うん、これ途中で音が、何よと言われても、ね、歓迎会をしなければと。呼び捨てに関してはアイナとは友人になったので当然です。あ、友人であればね。確かに歓迎会、友人あり得るとは俺も親父も思ってた。あ、しかしそれがこんなに早く急激に訪れるとは。数分前の姉ちゃんとは文字通りの正反対のスタンスになっている。ええ、友人です。私はこの村に海からやってきた友人を宇都宮家全員揃って歓迎したいと思っています。そのための歓迎会です。アイナも父や母、そしてハヤトとも親睦を深め仲良くなりたいと願っていますので。だから歓迎会をするのは当然ですよね。姉ちゃんの心の声が聞こえた気がした。世話役っていうか、なんか保護者っぽい気もする。いや、そっちの方が姉ちゃんらしいけどさ。姉ちゃんの後ろ姿ではアイナさんが困ったような表情を浮かべていた。それだけを見ても二人の関係が急速に近づいたのは理解できた。しかしだな、アイナ様は。様はいりませんので、私はもう姫でもなく、ただの立花アイナなので。アイナ様の言葉には嘘はないらしく、彼女の口調も砕けたものになっていた。どうやら本当に俺たち一家と親睦を深めたいらしい。フランクで気さくな性格だとは教わっていたけれど、ここまでとは思わなかった。それだけはお許しください。親父が頭を下げると、アイナ様少しだけ悲しそうな表情を浮かべた。わかりました。無理強いはしたくないので、そのままで構いません。命令されれば従わざるを得ないけれど、それをアイナ様は望んでいない。
それを理解した親父がほっと息を吐いたような気がした。ですが、日の輪ちゃんは友人ですので呼び捨てにするのを許してください。日の輪ちゃんは親しい友人には基本的にそうするって言ってましたから。うん、姉ちゃんが呼び捨てにしないのはあだ名で呼んでいる小前さんくらいか。あ、逆に友人と自らが認めない人には継承をつけないところを見たことはある。お、わかりました。そのようにいたします。親父が戸惑っていると姉ちゃんの視線が俺に向き始めた。う、何？その意味を察することができなければ宇都宮日の輪の弟として失格だろう。頑張れ隼人。いやいや、アイナ様はアイナ様なので。姉ちゃんほど熱心じゃないにしろ俺も宇都宮家の人間だ。いいなあこの二人。人魚に関しては敬意と敬愛の念はちゃんと抱いている。私の弟なのにですか？そこ関係あるの？友人の弟に様付けされて気分よく過ごせるとでも？父さんと母さんは手遅れというか無理でしょうし。父さんはそうだね。母さんはいけるんじゃないかな。どうだろう。手遅れって、まあ、手遅れでしょう。長い間進行していたことには敬意を持っています。しかしだからこそ無理ですよね。いい悪いではなく可能か不可能かの話です。現に父さんはアイナに無理だと訴えていました。姉ちゃんの言葉に親父は促ざるを待て失礼しました、うなずかざるを得ない。そうだよね、言ったよね。親父も人としてアイナ様を心配しているが、それとこれとは別の話だろうし。日の輪ちゃんちょっと言い過ぎだよ。そうですね、少々興奮しすぎたようです。すごい、姉ちゃんをちゃんと咎めてる。そして姉ちゃんが素直に反省してる。その光景を見て親父も驚いたような顔になってるし。ではハヤト、アイナを呼んでみてください。ハヤト。いや、こういうのは心の準備が。ハヤト、頑張れ。無言の圧力をかけてくる姉ちゃん。あのね、無理はしなくてもいいからね。優しく気遣ってくれるアイナ様。合わせ技一本というわけじゃないけれど、この二人に言われたら。じゃあアイナさん。まあそうだね、さすがにちゃん付けはそうだよな。まあ、そもそも今までちゃん付けた女友達なんて葵ちゃんと彩音ちゃんだけだし。あ、うん、ハヤト君。それを聞いて満足気にうなずくお姉ちゃん。彩音ちゃんは嬉しそうに顔をほころばせている。待って、ハヤトとアイナ良くない？いいな。今までの俺ってアイナさんを軽く考えていたかも。人魚が人間になり陸上でこの家で生きていく、それはあまりにも現実感がなくてフィクションめいた感覚があった。でも今のアイナさんの表情を見て認識が変わった。相手も呼び名一つで表情を変えるような一人の人間なんだ。少なくとも同居人、できれば新しい家族になりたい。アイナさんは心からそう思っているのだろう。そんなあまりにも当然のことを今になってようやく痛感するのだった。お、かわいい。これが唐揚げなんだね。おいいな、美味しそう。美味しそうだな本当に。箸で唐揚げをつまんだアイナさんが感動に触れていた。それじゃあいただきます。そして幾度か咀嚼したアイナさんは、あ、おいしい。うわ、なにこれ、食べると油がじゅわーってして衣と肉の味が混ざってすごい。
これは大変だよ。大変だよ。大変な表情だ。かわいい。お気に召していただき何よりです。うん、とっても美味しいよ。鶏肉を食べるの初めてだから感動しちゃった。海鳥とかは食べなかったの？多分食文化がね、陸上と全然違うんだよ。やっぱ普段は魚とか海藻なのかな。説明しにくそうにしているアイナさんを見てちょっと質問ミスったと反省する。ああまあまあ。それならこれからはアイナ様が感動するような料理を毎日出せるように頑張りますね。俺の気持ちを察した袋が助け舟を出してくれた。こういうところは若母親ながらさすがだと思う。ありがとうございます。でも本当に無理はしないでくださいね。アイナさんの言葉ににっこりとうなずいたおふくろは今後のメニューをいろいろと考えているんだろうな。アイナ、このオムライスも美味しいですよ。オムライス、かわいい。一度食べてみたかったんだ。海の中で話は聞いていて美味しそうって思ってた。そう言ってからアイナさんはスプーンに持ち替えてオムライスを口に運ぶ。あれだね、箸とかも普通に使えるんだね、今更だけど。いいな、やっぱ美味しそうに食べる人っていいよね。声にならない声を出してアイナさんが手をバタつかせる。気に入ったみたいですね。かわいい。口をもぐもぐ動かしながらアイナさんは何度も首を上下に動かす。それを見て子供っぽい仕草だなと思ってしまう。もちろん同時に可愛らしいと。実際そういう状況ではあるんだよね。そういう意味ではお役目を担ったのが姉ちゃんでよかったのかも。アイナさんが陸上に来て最初の幸運は姉ちゃんに会えたこと。弟ながらそんなことを思ってしまう光景だった。ではこちらのもどうぞ。これがシーザーサラダ。色とりどりで綺麗だよ。見てるだけで楽しくなっちゃうね。お袋も気合が入っていたようで、いつもよりも見栄えが凝っている気がした。見たことがないのでしたら無理はしなくてもいいのですよ。海で聞いていたものと実際に見るのでは大違いですから。姉ちゃんがさっき言っていたけれど、アイナさんは以前からこのサラダの存在を知っていて興味を持っていたらしい。ううん、大丈夫、とっても美味しそうだし。ちょっとだけ自分にアイナさんの状況を当てはめてみる。海の世界に行き実際に見たことがなく食べたこともない料理が出される。それに躊躇なく手をつけられるかと問われればなかなか難しいことだと思う。地上の野菜はやっぱり見たことがないのがいっぱいだね。ちなみにこの野菜にはこの村で採れたものが多く使われているはずです。そうなの？すごいね、こんなにいろいろな野菜を作れるんだ。興味があれば今度畑を回ってみましょうか。うん、楽しみにしているね。アイナさんが顔を輝かせる横で、くれぐれも。親父としては当然の心配ではある。まあまあ。逆に姉ちゃんはそれを無粋だと思っているんだろうな。二人ともアイナさんを大切に思っているはずなのに、スタンスの違いでここまで別れるなんて。分かっています、アイナの安全に配慮します。それならば良いのだが。そんな親子のやりとりをアイナさんに聞こえておらず、彼女は真剣な表情でサラダに向き合う。では早速。おごそかに言ってからアイナさんがシーザーサラダを口にして、お、私はこの味に出会うために生まれてきたのかも。シャキシャキしててチーズだっけ、その味が濃厚で卵もいいアクセントになっていて。そんな大げさな感想を口にして作った本人のお袋は満面の笑みを浮かべた。お、そういえばあの子もあやねちゃんもこのテーブルに並んでる料理が好きだったっけ。
あー、そう、なるほどね。リクエストしたものってそういうこと。唐揚げにオムライスに、それからシーザーサラダ。満面の笑みを浮かべて食べているアイナさんを見ていると、どうしてもあの子のことを思い出してしまった。